はい、こんにちは。アクアチャンネルのザッキーです。今回は新型 BRZ の車種別カット済みレッドシートを紹介します。はい、ということで前の動画でこの新型 BRZ の車外とそして車内のカット済み製品の商品を紹介しました。そのカット済み商品の中にはシートのバリエーションがありまして、ブラックカーボンシート、グロスブラックカーボンシート、ピアノブラックシート、そしてカラーシートとしてレッドシート、ブルーシートと、こういったバリエーションになっています。今回はレッドシートを使用した車内のアレンジと、レッドラインシートを使った車外のアイテムを紹介します。またですね、エンジンルームにもカット済み製品がありました。こちらの方にもアレンジした状態を紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、それではまず、エクステリア、車外のアイテムを紹介します。今このデモカーの BRZ にはこの部分ですね、ここにレッドラインシートを施工してあります。このようにですね、今このカーボンシートの上に施工しているんですけれども、このリップの部分はベースがブラックになっていますので、そのままこのレッドラインシートを施工することも可能です。またはこういった形でカーボンシートにさらに追加でこのレッドラインを入れるという施工方法もできます。そしてこのフロントのアイテムは今このタイプのラインシートと、他にこのグリル、こちらのレッドラインシートも発売しております。こちらのグリルに施工した状態は、はい、こちらの画像をご覧ください。はい、このようにグリルのフィン一本一本に赤いラインが入るように作成しています。はい、そしてこのラインシートなんですが、この施工範囲ですね、この部分から反対側の切れ目まで、ここまで一本のラインになるようにぴったりに作ってあります。そしてこういった R のところもぴったりになるように型取りしてありますので、一本のラインシートを無理にですね、こう曲げながら貼っていくタイプと違って、幅が均一に貼れるのが特徴になっております。さらにこの末端、この部分は一本のラインで貼ってハサミなどでちょん切るタイプと違いますので、自然にヒュッと細くなるように作成していますので、とても見栄えよく施工することができます。はい、では続いてリアの商品を紹介します。リアは全部で4つのアイテムがあります。そして今このデモカーの方には2つのアイテムを施工した状態になっております。さあ、1つはこのリアガーニッシュのこのレッドラインシートです。今こちらにはブラックカーボンシートの上にラインを施工していますが、ここはツヤありのブラックのガーニッシュになっておりますので、そのままこのラインシート施工することも可能です。このラインシートはこのテールランプ側、こちらの方にもカット済みでこのように作ってあります。もちろんですね、このスイッチの部分は分割になっております。このトランクオープンのスイッチの部分はこのように処理してあります。スイッチの楕円の形状に合わせて末端がですね、処理してあります。ここから位置を合わせて、このガーニッシュの中央を横切るように張り込みしていきます。はい、そうしますと、このようにぴったり収まるようになっていて、このテールランプ側も別シートで作成しています。さあ、それから、こちら、このリアバンパーディフューザーの部分、こちらに、このようにレッドラインシートを施工しています。こちらは分割して作ってあります。この牽引フック、左右ついてるんですけれども、この牽引フックのパネルですね。この部分でこのように分かれています。そして、ここから別パーツでこのようになっております。そして末端は自然にヒュッと細くしてあります。はい、それから中央部分は同じく牽引フックのパネルの切れ目から、はい、この形状に合わせてシートを作っております。はい、運転席側の牽引フックのパネルも同じように分割して作っています。それ以外のもう2つのアイテムなんですが、そのうちの1つはこのリアバンパーの下側ですね。こちらに施工するレッドラインシートがあります。こちらはダブってしまうとお伝えしにくいので、画像の方をご覧ください。はい、こちらになります。はい、このようにですね、センターのバックホグとバックランプのコンビネーションランプのユニットの部分から、さらにこのマフラーの部分に左右に振り分けて、パネルも分割になりますので、すべて分割タイプでぴったり収まるように作ってあります。
はい、そしてもう一つ、もう一つはこのリアガーニッシュの部分で別タイプを作っております。こちらは細いタイプになっているんですが、もう一つは太めのタイプになっています。ここはですね、デザイン的にもともとブラックになっている部分ですけれども、このテールランプの赤がここでつながるようなイメージで作成しています。はい、カット済みですので、ここで一つのアイテムでこの形でカットしてあります。そしてこのガーニッシュはですね、向こう側までぴったり収まるように作ってあります。そしてさらにこちらのトランクオープンのスイッチ、こちらの部分もカットで切り抜いてあります。はい、それでは車内のレッドシートを紹介していきます。こちらはですね、もちろんすべてレッドシートにしてしまうと真っ赤になってしまいますので、こちらはザッキーおすすめの状態の部分的なアレンジの紹介をします。全体的に見るとこういったイメージで、こちらの BRZ グレード S はシートにレッドラインが入っていますので、このラインと相まってこのような状態になります。非常にかっこいいです。そしてこの赤色なんですが、光の当たり方によってちょっとオレンジがかった赤色になってしまうのでご了承ください。実際はもう少し濃い赤色になります。さあ、それでは一つずつ見ていきましょう。はい、まずはドアハンドルベゼルに施工するとこのようになります。カーボンシートで紹介させていただきましたが、それのレッドシートバージョンになっています。レッドシートで施工するとこのようになります。こういった形で他の部分は、例えばこのエアコンダクト、これはリング状にラインが入るように施工できるレッドシートや、このルーバーの部分ですね、こちらにも今張り込みしていますので、そうするとこのようになります。そしてステアリングはあえてこのサイドパネルの部分を張り込みしてみました。こういった差し色的に使えるのがこのレッドシートの特徴です。さあ、シフトパネルの部分もこういったライン状に貼るととてもかっこよくなります。このカーボンシートと調和して相乗効果で非常にスポーティーな印象になりますね。はい、それからこちらプッシュスタートボタンは、今回はメッキリングのところのカーボンシートはそのまま残しまして、このボタンの方にレッドシートを施工してみました。こうしますとプッシュボタンが赤色になりますので非常に目立ちますね。はい、それからこのダッシュガーニッシュ、こちらもですね、横ストレートのラインになっていますので、このようにかっこよくなります。あと今回はですね、このダッシュボードのエアコンダクトの部分にもこのように張り込みしてみました。外から見ると非常に目立ちます。はい、それからエンジンルームの商品もレッドシート用意しましたので紹介します。こちらのエンジンカバー、こちらにですね、今レッドシートを施工しているところと、もう一箇所ここに細いラインがあるんですけれども、今このレッドシートを施工しているバージョンを施工するとこのようになります。これもですね、差し色で非常にかっこいい状態になります。こちらも今レッドシートですが、ブルーシートも選ぶことが可能です。さあ、そしてこちらは通常で、この細い部分にレッドシートを施工した状態は画像でご覧になっていただきます。はい、こちらです。はい、このようにですね、細いラインもレッドシートにすると非常にかっこよくなります。はい、ということでこちらエンジンルームのこのエンジンカバーのレッドシート、こちらもですね、ザッキーおすすめのものになります。はい、今回の動画、こちらの新型 BRZ のカット済み商品、今回はレッドシートとレッドラインシート紹介しました。いかがだったでしょうか。このレッドシート、それから他にブルーシートとあるんですが、この2つはカーボンシートと基本的には貼り方は一緒になります。直接貼り込みすることもできますし、複雑な場所や貼りにくい場所、こういったところは水張りももちろんできます。さらに複雑な箇所、こういったところドライヤーを使って貼り込みすると、このレッドシート、ブルーシートは非常に貼りやすいです。ただですね、カーボンシートよりもとても伸びやすい性質になっていますので、今回のようにこのライン状になっている部分に対応して施工する場合、細長いと張力をかけると伸びやすいので、取り扱いには注意してください。特にですね、ドライヤーの熱当てた場合非常に柔らかくなりますので、様子を見ながら徐々に温めてください。逆にですね、ピアノブラックシートやグロスブラックカーボンシート、こちらは直接貼り込みする方法のみになります。要するに水張り、洗剤水を使ったり水を使ったりの施工ができないシートになりますので、それぞれにですね、シートの特徴があります。
このあたりはですね、商品ページをご覧になっていただきますと、シートバリエーションが選択できるようになっていますので、その商品ページの本文の中にですね、グロスブラックカーボンシートの紹介ですとか、ピアノブラックシートの紹介ですとか、個別に紹介させていただいてますので、お選びいただいたシートはどんなものなのかなっていうのは、商品ページのリンクから動画をご覧になってください。はい、そしてこういったレッドラインシート、こちらもですね、非常に伸びやすい商品になりますので、まっすぐ貼ろうとしてですね、どうしても無意識にピーンと貼った状態にしてしまうと思うんですが、この張力はですね、極力必要以上にかけないようにお願いいたします。場所によっては張力をかけずに貼ってきた場合、足りない場合というのが中には部分的にありますので、そういった時には後半ですね、少し剥がし戻ってちょっと引っ張って合わせるといった形で施工していただければ、このように綺麗に貼り込みができます。基本的にはぴったり収まるように作ってありますので、一旦ですね、全体のバランスを見ながら丁寧に貼り込みしていけばうまく貼れます。さあ、今回紹介しましたこちらの商品はホームページから購入できます。当店のウェブサイト、オンラインショップから購入できるようになっております。前の動画でカーボンシートを紹介させていただいたんですけれども、そちらの商品ページでこのレッドシートもしくはブルーシート、それ以外もシートバリエーション選べるようになっておりますので、ぜひですね、社内のイメージアップ、お好みのカスタム、こういったもののアレンジに使用していただければと思います。こういった形でまだまだこの新型 BRZ オリジナル商品の方を紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。